はい、皆さんおはようございます。で、5月14日の日曜日ね、午前9時30分を回りました。はい、お待たせいたしました。嘘のような本当の和ね、やってきましたね。和っていうのはね、沖縄の和でもあり、お話の話と書きますけれども、はい、ご無沙汰しておりました。私、パーソナリティの土井秀人が今日もね、東京からお越しの、はい、WO イースト、ドクター水素ボトルの北条正浩さんをお迎えしております。どうもおはようございます。はい、おはようございます。はい、そしてですね、皆さんどうですか、お元気ですかね。健康あってのということで、この番組はね、ご存知、ちょっと FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオからね、午前10時までお届けしますけれども、いろいろとお問い合わせもいただくようになってきてありがとうございます。やっぱりね、どっか辛いな、痛いもんなとかね、健康でありたいなという方に何か届けられればなと思って続けております。はい、どうぞお便りはお電話でも結構ですが、はい、お問い合わせ797@fmギノワン、ね、fmギノワン.com までね、なくなですよ。はい、でこの番組ご存知にね、 YouTube ライブと音声でネット配信してます。サイマル放送も行ってますからね、スマホで、アプリリスラジとかね、マイチューナーレディオダウンロードしていただけたらいつでも聞けてしまいますよ、という嘘のような本当の話、はい、お届けしたいと思います。ではではね、今週の早速ゲストなんですが、なんとね、ゲストの方、今日ちょっとね、どうしようここにお越しいただくことができなくて、どことつながってるんでしょうか。はい、太田奈々さん、おはようございます。おはようございます。はい、ね、ちょっと遠いんで、アメリカなのかな、どこなのかなと思うんですけどもね、意外とセントリアから那覇空港までね、え、皆さん行ったことありますでしょうか。愛知県にね、お住まいということで、はい、太田さんは何でしょう、今どこにいらっしゃるんですか。はい、今名古屋市にいます。はい、なんかお忙しいところね、えありがとうございます。はい、いえいえどうですか、嘘のような本当の和というね、番組でゲストの方に必ず、はい、うわびっくりしたなもうみたいな、このね、人生で、そんなエピソードなんかもお聞きしたりもしてるんですけれども、はい、なんかモヤモヤっと、はい、そういえばこんなことあったなみたいな。僕名古屋弁の方がいいですか。そうですね、どちらでも大丈夫ですよ。僕は沖縄来てからもう11年でだいぶね、こうね、モードが変わってしまったんですけどね、どれうまいですよ名古屋弁みたいな感じではあ、なかなかね、うん、川村市長みたいな話し方する人は少ないんですけどね。あ、ねえ、方はたまにテレビで見ますけど、もうなんか沖縄ではね、うちなぐちって言ってから僕らも分かりにくい言葉がね、やっぱり古き良き時代にあったものをっていうのあるんですけど、あの方はすごいですね、はい、もうベタベタすぎて、逆によう分からんわみたいな感じがね、はい、本当です ね、はい、最近じゃあミヤミヤとか言わないんですか。ね、ミヤは言わないですね。ミヤは言わない、おミヤだわって北条さん知ってます、交差点のね、音ピピなんか言うじゃないですか、はい、青信号とか、うん、あれがね、名古屋だとミャーミャー言うっていう噂になって、こんなこと言っとるせんわみたいな、もう何でもかんでもね、まあ、昔昭和の時代にタモリさんがね言い出したのがきっかけらしいんですけど、まあ、なんとかミャーなんとかミャーって、そんなね、言わ猫みたいにね、猫だってそんな言いませんよねみたいな、エビ不良とかね、カキ不良カキ不良、あ、広島ね、はい、エビ不良はもう名古屋のね。ちなみに太田さんは名古屋の、まあ、いわゆる B 級グルメ含めましてね、はい、名古屋といえばどんなものがお好きなんですか、食べ物は。名古屋といえばやっぱり味噌煮込みうどんが私は好きですけど、はい、北条さんは、そうですね、何でしょう、 あれ食べてましたよね、そういえば台湾ラーメン、台湾ラーメン、ね、辛いやつ、台湾ラーメン美味しいですね。店ね、店、東京にもあります。もうね、私も久しく東京行ってないしでね、聞かないと入ってこない情報ですね、店が東京に進出している、すごい、いやもう行列できてますよ。マジですか。神田に2店舗あります。
僕なんかね、スガキヤの方がヒットすると思っとったんだけどね。なんかすごいね。いやいやいや。はい、お父さん。ではでは、本題。なんかね、どれはびっくりしたな、みたいなことって。ねえ、嘘、うん、みたいなことありました？あれですね、びっくりしたことって、あれ、ちょっと、今回って、うん、ごめんなさいね。水素ボトルの話しちゃってもいいんですか？もちろんです。ね、僕も、うん、ちょっとしたね、情報でしか過ぎませんから、はい、うん、もしそのね、はい、ドクター水素ボトルで、こんな、あれ、こんな感じだ、みたいなね、ちょっとその驚かれたり、うそ、もうすごいみたいな、なんか本当に無理やりでなくて結構なんですけど、水素ボトルは、はい、あれですか、太田さんご自身がなんか最近ハマってらっしゃるんですか？いえいえ、私も、もちろん吸うんですけど、はい、主人がちょっと病気が分かって、それで半信半疑ながらもちょっと何でも試してみようってことで、購入したんですけど、うん、ちょっと私の中ではびっくりする結果が出たもので嬉しいなって思ってるんですけども、はい。あ、ですか、まあ、でその水素ボドクター水素ボトルとの出会いのなんかきっかけっていうのは、ちなみに、はい、出会い、お友達かな、ね、仕事の、うん、そうですね、関係でちょっと知り合った方から聞いて、うん、で最初はまあ正直水素っていっぱいあるしなって、うん、そんなよく聞く話かなぐらいに思ってたんですよ、はい、うん、水素水とかの話でね、うん、まあ、ただなんか普通の水素水とはちょっと違っていいなって、ちょっといいのかなって思ってました。あ、うん、なるほど。なんかこう、うん、説明勉強会みたいな、なんかご出席された、うん、一度なんかズームで聞ける、映像で聞いたんですけど、うん、うん、そう、すごい失礼なんですけど、本当に最初はもうね、そんなすごいのがあるとは思わなかったので、まあ、一緒に見ていた方がたまたま2人、はい、なんか男性と女性と、まあ、年配の方で見えたんですけど、はい、その人たちが奈々ちゃんって私のこと言うんですけど、奈々ちゃんこれすごいよって、水素って本当にすごいんだよっていうことを言ってみえて、でなんか本当だったらなんか自分も欲しいんだけどねみたいなことを言われていて、うん、へえってそこでちょっと興味がちょこっと湧いたぐらいでした、うん、なるほどなるほど。私もね、はい、4年ぐらい前に本当ここにね今一緒にいる北条さんね、うん、話だけじゃなくて、はい、とりあえず土井さんこれ鼻に当てて当てて当ててって言ってから、僕は結構ね、腰が痛いはいろいろあったんですよ、もう痛風からみたいなね。はい、だって、うん、で、こうね、1時間ぐらいやっぱり、うん、でも最初は不思議なもんで、これね、太田さんと一緒なんですよ。これがなんだろう、はい、みたいな感じだったんですけど、なんかね、はい、いい感じになってきちゃったんですよね。うん。やっぱり出会いがね、それあったわけですね。はい、一旦ね太田さんちょっと CM に入りますが、その後開けてからね、はい、もう一度差し替えなければ、そのね旦那さんも使ってらっしゃるというあれをね、なんかまた教えていただけたらなと思っていますので、はい、うん、ちょっと一旦 CM 入りますね。はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のは、ここ FM ギノワンのスタジオからお届けしていますが、皆さん健康的な素敵な日曜日を迎えていらっしゃいますか？
今週もですね、ドクター水素ボトルの北条政宏さんとね、今日はあの名古屋からゲストでね、お電話つながった状態で、太田奈々さんの話を伺っています。はい、パーソナリティ伊藤秀人が一緒にお届けしていますが、ね、ここからかな、嘘みたいな話がね、もしかすると出てくるかも、うん、はい、というわけでね、CM 明けお待たせしました。太田さんね、あの太田さんご自身も、はい、あのちなみにその水素ボトルというのは、あのなんかこうこんな感じなってきたよとか、なんかあります？手応えって言ったらですけどね。すごかったのは、はい、あのお肌ですね。お肌、うん、お肌びっくりしたのが、うん、あの水素を吸った後にあのできる水素水あるじゃないですか。あ、はい、それをあの夜寝る前にあの顔を洗うのに使ったんですね、うん、であのその日もなんかスルッサラってなんか感じはしてたんですけど、うん、次の日目が覚めた時になんかめちゃくちゃ赤ちゃんの肌のような感触っていうか、うん、あのうん、あれこれって触り心地が全然違うって思ったんですよ。でなんか無味無臭だし、あのね、吸ってても本当に感覚が正直わかんないんですけど、うん、そのなんですかね、体感として後からびっくり、なんかこのお肌は何みたいなことが起こって私感激して友達にめちゃくちゃ喋りまくりました感激というまたお言葉がよろしいございますねで、ね、はい、ラジオを聴く皆さんね、その水素水というね、もちろん今お話も言ったんですが、要はあのペットボトルのね、普通のサイズ20センチ足らずのね、こういう携帯できるんですよ。全然重くもないし、うん、そんな形の、ドクター水素ボトルに軟水をね、ちょっとペットボトル売ってますよね。軟水を注いでいただいて、栓まで入れてってから蓋してね、こうスイッチを押すと、まあそういうものだったりするんですけれども、まあね、一日中吸っていただいたもよしっていうことで、そのお水をね、お肌につけたり飲んだりという方がほとんどで、僕なんかもう本当お肌っていうよりも飲んだりしてるんですけど、でも素晴らしいですね。プニプニって感じですか？もうツルツル、ね、そうなんですよね。なんかね、まず弾力っていうか、押した時のこの跳ね返りみたいな感じと、あとスルッて、肌を触った時のなんかスルッて、なんていうんですか、弾ける感じ、すごく伝わりますよ、太田さん。表現ができなくて、はい、大丈夫です。ね、ホズさん以前もね、そのまあちょっと皮膚炎というか、アトピーの方もそうですし、やっぱりお肌にいい理由っていうのは、そうですね、お肌がツルツルになるっていうのは、表面のところの皮膚が整って、で光の反射もきれいに抜けていくので色が白くなったりとかいうことは起こるんですけども、アトピーの方の場合起こってるのは、これも論文的にお話をすると、ミトコンドリアっていうところの代謝がすごく水素を吸うと上がるんだそうです。そうすると、設計図通りの皮膚が金太郎飴のようにきっちり出てくると。これでアトピーで困ってた方がお肌がきれいになったっていうふうになってますね。なるほどですね。もうきっちりとその理論でね、成立する、まあ、この結果というか状況が望めると思うんですけど、太田さんよかったですね。なんですけど、はい、ご主人は、はいはいはい、主人がですね、去年の12月ですね、はい、健康診断の結果が悪くって、病院に、うん、まあ、再検査に行きなさいと会社に言われまして、で再検査をしたんですよ、はい、年末、うん、その時に膵がんっていう、まあ、結果が出まして、膵臓ですね、うんうん、で結構その数値が本当に腫瘍マーカーの数値もなんですけど、とんでもなく高い数値で、
もう私もちょっとガーンって結構絶望的っていうかね、ちょっと なんていうんですか、めちゃくちゃショックで、まあ、2人とも落ち込んでたんですけど、まあ、でも抗がん剤とかそういったことしかやれないって言われたんですけど、まあ、放射線とかね、手術はできないと言われまして、結局なんか抗がん剤ぐらいしかやれないんだなっていうことだったんですけど、まあ、抗がん剤って自分自身のその細胞もねダメにしてしまうというか、攻撃、いい細胞まで攻撃してしまうっていうところとかを、聞いていたし、母をね昔肺がんで亡くしてるので、その時に抗がん剤でちょっと弱っていく姿を見ていたので、もうしたくないなっていうか、させたくないなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、タイミングよくその水素のボトルの話を聞いていたっていうのもありまして、ちょっとこれはちょっと藁にもすがるじゃないですけど、一度試してみようと、もうその抗がん剤以外の選択をいっぱい探したんですけど、やっぱりなんかお金がかかるものもすごく多かったですし、すごい大変だなっていうのが、まあ、あったんですね。で、水素ボトルなら家でも吸えるし、長いことずっと吸ってられるなと思って、もうちょっとやってみようって言って主人を説得して、抗がん剤やる方向でちょっと本当は最初本人はね、方向で考えてたみたいなんですけど、まあそれをしないでじゃあ試そうっていうことになって、はい、それで水素ボトルを、まあ、1日、まあ、朝と晩ですね、吸い始めました。お家でですか？はい、家で、それこそ朝会社に行くまでの間に、充電、一度の充電で、吸えるだけ吸って、そう、吸って、で、まあ、移動中も吸ってほしいなと思って、てたんで、車でも持ってったらいいよって言ってたんだけど、ちょっとその会社でまではってちょっと行って、うちの主人の場合はね、会社では吸わなかったんですよ。で帰ってからまた夜寝るまでの間ですね、ずっと吸いながら生活して、で普通に会社も通って普段の生活通りです。もうずっとその中に水素を吸うっていうことが入っただけなんですけど、それを続けていたら、その腫瘍マーカーのなんか CA19 の9っていう数字があるんですけど、太田さん、それが、はい、その数字の発表の前に一回 CM 行っちゃってもいいですか？はい、あ、わかりました。ドキドキしてきました。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、皆さんちょっと一旦 CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さん、嘘のような本当のは、ちょっとね、ドキドキしてきました。私パーソナリティ土井秀人とね、 WOO イースト、ね、ドクター水素ボトルの北条さんと、はい、それと、今ね、名古屋で、名古屋から、沖縄つながっていますね、愛知県在住の太田さん、ね、なんですけれども、ご主人がもう非常にね、まあ、がんに、なられてしまって大変おつらい状況を目の当たりにされてというのが、まあ昨年末、まあ、まだ、1,2,3,4,5 ね、本当に半年どころか4ヶ月ちょっとぐらいの中で、ご出勤、ご主人はね、それでもまあご出勤前に、はい、多分1時間ぐらいですか、ね、そうですね、で帰ってね、お仕事終わられて帰ってきてからやっぱりそれでも吸っていらして、はい、なんか変化というか数値が、ね、先ほど、そう、
そうなんです。吸い始めて1ヶ月後に、うん、検査をしたら、その腫瘍マーカーの数字が、37までが多分通常の範囲内なんですけど、うん、897あったんですよ。うん、はい、うん、その数字が80まで下がったんですね。10分の1ですね。10分の1以下に。え、1ヶ月ですか。なったんです。はい。朝晩だけで1日中ね、はい、触れてなくて。そうです。はい、それはうそーんってこんな風にね言ったりしてるんですけど、ちょっと本当にびっくりですね。はい、はいはい、もう本当にびっくりして、でヘモグロビン A1C っていう数字もあるんですけど、それも 10.5 で高い数字あったんですけど、うん、8.5 まで下がって、うん、なんかもう本当にびっくりしたんですよね。血糖値もすごい下がりました。やっぱ、ね、血管にある187から127かな、うん、血管の中の糖分も良くないんですよ。だから A1C 下がるのすごくいいことですね。はい、ね、ほんと、え、うん、お医者さんもびっくりしたんじゃないですか。もうね、お医者さんは本当に正直、うん、自分のとこで治療してないからなのかわかんないんですけど、はい、まあ下がってますねって数字的には確かに下がってますねみたいな、自然に下がってますねって。まあ、とりあえず、まあ、様子見でいいんじゃないですかみたいな感じで言われた。A1C が1月で1下がらないですけどね、医者の常識で言ったら、あと尿の中の糖もですね、はい、尿飯量糖っていう欄があるんですけど、はい、なんか参考値がゼロじゃないといけないみたいな感じであるのが2000あったんですよ、2月の時点 で、はい、で3月で500まで減りました。おいや、うん、すごい、まあ、もうね、希望が持てるなと思って、本当に疑ってたというか、やっぱり半信半疑だったし、そんなにすぐに結果にね、つながること、まあ、つながるんだろうけど、そんなすぐには出ないだろうと思ってたのが、そうですよね、ほんと出たので、なんか嬉しくって、もう2人で本当に喜んで、よかったですね、はい、本当にね、良かったです、はい、ね、なんかこう、間に合ったなんていうとね、あれですけども、旦那さんのそのね、奥様も含めたその笑顔がね、こうして、まあはい、声の、お声の表情からね、なんか感じられるぐらい、なんか我々、まあ、沖縄の、スタジオにいましてね、伝わってきますよ。はい、本当に教えていただいてよかったです。出会いですよね。知らなかったらね。わかりますね、はい、太田さん、またね、本当にもっともっとね、ご主人が嬉しい表情になったら、またね、お出になっていただく機会もあればなんて思ってるんですが、ね、そろそろちょっと番組もエンディングに向かおうと思ってます。うん、ね、ドクター水素ボトル、いろいろね、なんだろう、そうかってね、気になる、ね、リスナーの皆さん、ぜひね、番組宛てにお問い合わせ、お電話でも結構です。ね、先ほど言いました、メールアドレス、797@fmginowan.com、ね、お電話でも結構です。うん、先だってもね、こちらの、山内所長宛てにね、お電話いただいた方もおりました。うん、やっぱり何かね、出会いが必要かなっていう時が来ると思いますのでね、はい、ぜひぜひ皆さん情報はキャッチしてみてくださいね。はい、今週もですね、はい、WO イーストから、北条正弘さんをお迎えして、それから愛知県からのゲスト、ね、太田奈々さん、本当にご出演ありがとうございます。ぜひも健康的な生活をね、皆さん笑顔で送っていただけることを東北沖縄から祈ってます。というわけで、北条さん、太田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、太田さんもご主人様によろしくお伝えくださいね。はい、ありがとうございます。
ございます。